演舞開演。どうも、本日はこちら山本漢方の青汁大麦若葉粉末を飲みたいと思います。山本漢方青汁、山本漢方さんは以前お茶のお世話になったことあるんですが、開けてみます。青汁もできたんですね。ありゃ、思ったより小さいですね。まあ、青汁、この青汁の成分表示と、おそらくこの山本製薬さんの商品解説、そしておまけでこの以前飲んだ支流茶も入ってみました。これはまた後日飲みたいと思います。ではこの青汁を、早速中に、入れます。入りましたね。ここにお水、このぐらいかな。シェイク、うまく混ざりました。では飲んでみます。久しぶりにこういうの来たかもな。甘めの青汁も多い今の青汁需要ですが、これは珍しく、ようやく口に逃がしを血でいきますね。結構効いています。しかもチアシードが入っているらしく、プツプツとした食感もちょっとありましたね。まあいいのか悪いのかはちょっと別ですが、体には良さそうなのでぜひ続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。